ばんは。今日前髪あるよ。最近ヒーター見る頻度が、確かにね、毎日配信してるから。風呂上がりじゃないんだ、実は。レッスンから帰ってきて、そう、ちょっとマネージャーさんと電話してとかいろいろしてたらそう、こんな時間になりました。だからちょっとお風呂入ろうか迷ったけど、めちゃくちゃ入りたいの気持ちはもう朝、もう朝から私ずっとレッスン上行って、ありえないぐらい痛いんだけど、なんか今日なんかお風呂浸かりたい気持ちだから、そう、なんかさ、巻いたみたいじゃない髪、ただレッスン終わりで癖ついてるだけなんだけどね。やほやほ、気マスクしてない、今日夢にめっちゃいいじゃん。こんばんは、こんばんは。もうレアキャラじゃないね、大人感が増してる。本当にあのヒーターが毎日ねえ、やめてよ。確かに私って配信ちょっと配信するだけでもなんか言われたしね、言われてたのよね、なんか珍しいみたいな今日の暴走エピソードなんで、え、別に今日もう暴走してない。今日私ね、朝から入ってたんだよね。今日朝から入ってた。私と今日会った、まあ3期生みんな会ってるか、私と今日会ったメンバーに聞けばわかると思うんだけど、今日朝から入ってたからもうなんかズンって感じ今日朝から入ってたからもうなんかズンって感じ。てか私なんか初期の方に、めっちゃ初期の方になんか自分のなんか自分のなんか強みみたいな、わかんないけど、なんか初期ってさ、自己紹介とかさ、自分がどういう人間かとかさ書きがちだし言いがちじゃん、自分がこういう人間ですみたいな。で私そのなんかプロフィールとかにもそうなんだけど、なんか私メンタル強いですみたいなことを書いたの。メンタル強いですみたいなこと書いて、やまないですみたいなこと書いて、1年前の自分ね、加入したての自分。てかまあ人生で病んだことがなかったのだから本当に人生病むっていうのがよく分かんなくて、そうで、なんかなんだっけ、一回ね加入したての頃なんか病むってどういうことみたいなを地元の友達に聞いたら、なんかそれこそ落ちた時の姫奈じゃんみたいな、あの2期生オーディション落ちた時の姫奈はあれは病んでたよみたいな、確かにあれはあれが病むって感情なんだみたいな、あそこで思い知ってなんか分かったのね。でなんかまあ今じゃないけど、なんか今1年経ってこのグループにいて病まないことなんてないわと思って病まないことなんてないわみたいな感じで、病んでるわけじゃないけど、病んでるとか言ったらみんなが心配するからあれだけど、自分って病むんだみたいな。なんかさっきまで前髪いい感じだったら、え、別にそんなやんめっちゃなんかやばいとか、もう本当に無理とかじゃないよ、もう本当に無理とかそういうあれじゃないけど、そう、なんか朝から入っちゃってて私、明後日の島根のために夜も8時間めっちゃ寝れるじゃん、来てくれるの下関まで、えー、本当に。レッスン10時からだった。どこに入ってた、なんかね、入ったなんか入ってた、どこに入った、なんか入ったっていう表現はもう多分3期生にしか伝わらないんだけど、そう、珍しくごてちさんが褒めてくれてる明日から入ったって暴走はしてない、もうなんか入ってた、流行らせては、これ入ったわ、流行らせたのはイチゴとかじゃない、わかんないけど、そう多分ね。こんばそう、鋼のメンタルとか言ってたよね、本当にバカだよねいや病んでないんだよね別に、なんか
なんだろう、いろいろ。だからこういうことを言うとまたなんかまとめられるから嫌なの、いろいろ詳しくとか、詳しく言うと、詳しくというか、もうなんかいろ、こういうことを言うとまとめられるから、大きい文字囲ま、囲、なんか大きい文字ドーンって貼られて、あれだから嫌なの。じゃあ私はそういうつもりで言ってないみたいな。書き換えましょう、やばいっす。でもなんかもう、もういいやみたいないいやみたいな感じ。やむのが通常運転なのね。通常運転でもないけど、なんか何なんだろうね。そう、落ち込むって言おう。いや落ち込ん、なんか自分が病んでるとか自分が落ち込んでるって認めたくないの。でもなんかゆうなに聞かれるの、めっちゃ、ヒーター病んでる、ヒーター病んでるみたいな。てかゆうなも今すごい疲れた顔してんじゃん、すごく配信でもわかるぐらい。そうだから、そういうことです。メンバーが病むと我々も漏れなく病みよう。ごめん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 。このグラパリってやばない、やばい、さっきの、さっきの言葉こそまとめられる、やばい。明日の目標2日目、オッケー。まとめ、え、違う、まとめ見るのってかなかった、ハッシュタグつけられてるから。いや、そのわざわざ調べないよ、調べないけど、もう調べる、もう見ない、見てないけど、そういうサイトとか見てないけど、あの、なんだっけ、ハッシュタグつけられてるから、そう、ハッシュタグ普通にさ、メールの返信とかさ見るとだったり、ツイート、ファンの方のツイート見るのにハッシュタグ調べたらさ、まとめられてるのが動画で出てくるからさ、動画だったりとかのが出てくるから、そう、そういうなんか私の目に入るとこであれしたら見るけど、わざわざは見ないですね。鋼のメンタル、ゆいにゃんじゃない、そう、本当に切り抜き反対。気分転換大事だよ。え、気分転換してる、できないの今予定がね、予定がありすぎて。そうそうそう、昔の姫だったらまとめられたらちょっと、もうちょっと言ってたけど、もうなんかじゃちょっとダメなんだと思って。そう、マネージャーさんに怒られるしね。グリアさんこんばんは。ゆうなも疲れて、ゆうなも疲れてるよね。そうだよね、そうだよね、そうだよね、疲れてるよね。マジでもうなんか、もう全部逃げ、なんか全部捨てて逃げたくなる無理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 みたいな普通だけどね普通、普通です。本当は普通、本当は普通。キャパオーバーっていうのかな、それはそうだね。3期目今せーねー、違うの、なんか、なんか、なんかね、そう、なんかね、まあ楽しい話でもしましょうか楽しい話でもしましょうかって言って、何かあるかな、楽しい話って。こんばんは、こんばんは、ひーたやっほー。今日顔つきが違う、え、何、疲れてるってこと。朝からもう踊りまくったので、こんばんは。そう、気分転換にてめえ気分転換に、ゆうなに果たしてきます、出た、ハトえ、カラトキチバ開いてないの、ショック。え、私ね、ちょっと最近、そう、今日ね、
ゆうな、今日私思ったの、あのね、まあもう今日というか、いやずっとあ無理キャパオーバーみたいな感じで、だから今何でストレス発散で、ストレス発散っていうのか分かんないんだけど、今日久しぶりに渋沢栄一さんを下ろしたんですよ、お金を銀行から。そしたらなんか幸せな気持ちになった出たまたお金の話ってなるでしょ。でもさ、なんかストレス発散っていうのか分かんないけど、なんか久しぶりに渋沢栄一さんを下ろしたんですよ、銀行から。ほんまに結構久しぶりに、だって実家帰ってたから、あのお金を使う必要がなかったから、お金を下ろしてなかったし、あのそう今広島帰ってきてもう自分で生活してるから、そうお金出さなきゃなと思って今日出したの久しぶりに。そしたらなんか幸せな気持ちになったあの診察の感じで、もう取り憑かれてるわと思って、私そう、私のところに紙幣来ませんようにって、マジドラマの見すぎ紙幣鼻だれ過酷なんだ。いや鼻だれが過酷とかじゃなくって、なんか怖い怖い、もう風邪とはもうびっくりしたもん、なんか鼻だれが大変とかじゃない、なんかなんだろう、スケジュールどう、なんでこうなるみたいななんでこうなる、こうやってとか言ったらダメだよね、そんなこと言ったらダメだよね。ヒーターのド M エピソード、だから痛いのが好きとかじゃない、痛ければ痛いほど好きみたいな、痛ければ痛いほど私は好きです。ド M なんじゃないこれ、わかんない、ド M なんじゃないこれ、自分で言いたくないけど、ユーナに告白するなら、しませんてかさ、なんかユーナの昨日さ、ユーナとひーちゃんがね配信してるよって言ってたじゃん、一緒にユーナとひーちゃんが一緒に配信してるよって言ってて、まあ、2人でラブラブしてくださいみたいなこと言ったと思うのね。でね、なんかその後今日わかんないけど、今日じゃないな、今日消えて、昨日の夜ね、昨日の夜なんかファンの方のツイートが流れてきて、多分ユーナのファンの方のツイートが流れてきたんですけど、なんかスクショがなんか4枚貼られてあって、なんか楽しそうにねハートなんかそのスクショが4枚貼られてて、なんかその人のツイートになんかひーちゃんなんだっけな、なんかひーちゃんといるゆうなんはなんか女の顔をしてましたみたいなこと書かれてわかんない、こう書いてるかわかんないんだけど、でもそういうのなんかそういうニュアンス境界、なんか彼女みたいな顔してましたみたいな、なんかわかんない、なんか女の顔をしててみたいな、いつもに増して女の顔をしててみたいな、わかんない、 いつもに増してじゃないな、なんかごめんちょっと森平家あるからごめんね、調子ちょっとあれだけど、なんだったっけな、なんか女の顔してるみたいな感じのニュアンスのつい書いてて、でなんか待っておもろいと思って、なんかファンの方がこう見てもなんかそうだから、でひーちゃんとのスクショが4枚貼られてるわけだから、でなんかひーちゃんって今すごいショートボブじゃん、だからなんか男に見えてきちゃって、なんかカップル配信してんのか、カップルのツーショットをなんかあげなんか男に見えちゃって、本当にゆうなんも確かに女の子、なんかもうこうスクショでもわかるぐらい、この声とか聞いてないスクショでも分かるぐらい確かに女の顔してて、なんかハート作っちゃったりね、文字でなんか本当に男女みたいな感じのなんか写真が流れてきて、もう今笑いが止まらんくて、だしなんかそれをファンの方も気づいてるっていうのが、その女みたいな顔してたみたいな、いやなんてさ、ほらなんかそんな女みたいな顔してたとかなんか言われるタイプじゃないじゃん、言われるタイプじゃなんか分かんないけど、知らないけど、あんまそういうさ顔だからセクシーな顔とかさ女っぽい
表情とかをさファンの方に見せるイメージがないのね、ゆうなんが。だからさ、ひーちゃんと一緒にいることでファンの方には見せない女の子がもうなんかあれなんていうの、なんか出ちゃったみたいな。そう、もう無意識にひーちゃんとこう一緒に配信してるあれが幸せすぎて、好きすぎて女の顔になっちゃったみたいな。なんかもう本当に面白くて、そう、何女の顔してんだわと思って、そう、何女の顔してんだと思って、そう。でももうひーちゃんもなんかさ、なんかブリブリ、なんか男みたいなさ、なんかわかる、なんか男の人って私のなんか男の子とマジ経験上とかじゃないから勘違いしないでね、あの男の子ってハート取るときにいびつなハート作らない、なんか女の子はさ2人でハート作るってなったらなんかすごい可愛いハートを作りな、綺麗にガチャンみたいな、もうハートみたいなハート作るじゃん。男ってなんかいびつなハート作るじゃん、片方なんか一緒になんかハート作ろうってなった時に、そう、なんかちょっといびつなハート作るじゃん、なんかよく分かってないじゃん、ハート片方のハートを。なんかさ、なんかひーちゃんもなんかそんな感じに見えちゃって、そう、なんか何これ本当にカップルじゃんと思って、男に見えちゃって、ひーちゃんがそう、すごく、そう、それが面白かった。今日一日じゃない、昨日の夜マジで爆笑したね。そう、逃げていくの、ゆきちじゃない、見たよね、ひーたん言うのに振られたってこと。振られたというか告白してませんそうでもさ、なんかいいと思う、本当に。私は付き合っててもおかしくないと思う付き合っててもおかしくないと思うから、もうなんか付き合っちゃえばいいのにと思って、でもお互いがさ相思相愛みたいな、だからなんかね別になんとも思わないし、女の顔してたって面白いでしょ、だって。そう、明らかにいつもと表情が違ったよね完全に男に惚れてる女の顔だったねほら、あの顔普段の配信の見ない顔でしょ。そう、私もスクショ見て思ったの、何この顔みたいな、めっちゃ幸せそうじゃんみたいな、この声とかでさあ、今日テンション高いんだなってわかるじゃん、声とか大体声でさわかるじゃん、このあ今日何々ちゃん声のトーンが高いし、なんかいいことあったんだなって、声聞けば大体その人がさ今日なんかいいことあったんだなとかわかるじゃん。だから私も今日の配信さ、最初の方さ、こんばんはこんばんはみたいなさ、なんかもうなんか明らかにテンション低かったじゃん、もうだからそう、もうさ疲れたりいろいろありすぎて、もうだから声ってさすごいテンションがわかるじゃん、気分か相手の、そう、心は読めないけど声聞いただけでさわかるじゃん、あなんかいいことあったんだなとか、なんかあ嫌なことあったんだなみたいな。でもそのスクショを見、でも私はその2人の配信を昨日見てないし、配信してたから自分も見てないし声も聞いてないけど、そのスクショを見ただけでめっちゃ幸せそうじゃん、ゆうなんみたいな。そう、マジでカップルフォトですねあれはひーたんひーちゃんに嫉妬しません、もうしません。私はそう、そっち系界隈じゃないですそっち系界隈じゃないです。いちごから男装セット、私男装セット、え、なんか奥沢は奥沢ももうやることやってんのよ、もう絶対に奥沢はもうやることやってるから奥沢はもう絶対やることやってるから、もういいの、もう別に。ただなんかしかもなんか奥沢に関してはなんかそう、ちょっと待って、あのね、そう決定って、なんか似たような2人だけど、私ねこうね、あのまあまだ研究生だから、あの何だ、その昇格したように今の3期生全員と、なんだっけじゃなくて、その昇格した4人なんか研究生ミューポンも入れて、なんだろう、
まあ、ミュッポもさ実家だからその一緒にいる機会が少ないんだけど、その、まあ、特にこう一緒にいる機会が長くて、いちごゆいな、ひーちゃん、ひーちゃんゆうなとこの研究生で、そう、何行動することが多いんだけど、私はもうだからカップルに挟まれてんの。カップル2組のカップルにのなんか真ん中にいるのね。で私的に2組のカップルを近くで見てて、明らかに違うのが、カップルっていう言い方がちょっとあれなんだけど、まずはい、私は奥沢はもうやることやってるし、もう付き合ってますみたいな、もうなんか別に公表してると思うんですよ。でそうしてはないけど、もうなんかお互いもうなんかなんていうの、なんかゆいちゃんとか言ってるし、もうゆいちゃんとか言ってるし、ゆい、なんかいちごが、私なんかもうさっきもなんかさっきもなんだっけなんかゆいなから、今日ゆいなと私最後までレッスン一緒だったんだけど、なんかいちごとまた時間が別で、そうで私は最後までゆいなと一緒で、でごめんね話が長くなるんだけど、ゆいなは多分レッスン上で配信してたじゃん。そうで私はもう待てなかったから先に帰ったのね。でなんか10時過ぎても、10時過ぎてもなんかいちごなんかゆいなと連絡がつかなかったらしくって、私にわざわざ LINE が来たの。ゆいな知らないみたいな、ゆいなと一緒にいるみたいな、で先帰ったよみたいな、配信してるんじゃないのみたいな、10時過ぎても連絡つかないんだよね、悲しいみたいなスタンプ送られてきてえみたいな、もうさもう彼女を待ってる男やんみたいな。そう、まあ、そもそもそう、そう知らないみたいな、なんかゴミついてる汚いでなんか言われて、そう、まあ、まずおもろかったので、だからなんかもうさ2人は公表しちゃってる感じがあるの。なんかもう私はそこ、なんか私たちはもうなんか公認ですみたいな、でそれこそ奥沢っていうあれがあるしさ、もう一緒にいるじゃん、もうずっと四六時中、もう多分みんなが想像するよりありえないが一緒にいるので、なんかだからもう私はいいな、もう別になんか公表していい、もういいと思ってる、もう全然もう何も思わないの。だからもう公共の場でイチャイチャするし全然。そうで、こっちですよ、こっちもう一組のカップルですよ、もう一組のカップルの方ですよ、ひーたんじゃない、ひーちゃん、ゆうな、なんか謎に隠すんですよ。なんでもう別になんか隠さなくていいの。だってなんかもう旗から見、もう私はね第三者から見、外から見てて、2組のカップルを見てて、やってること女、なんかやってるような、なんかあれやってる、なんていうの、ただなんか隠すんですよ、もう1組のカップルは。そこ巻いてるのにほんまに隠すんで、なんか謎に隠すんですよ。で私この前決定的な瞬間を抑えたんですよ。決定的な瞬間じゃないけど、この前ね、何だったっけ、お仕事、東京の福フェス終わりだ、福フェス終わりにホテル泊まったんですね。で、まあ、みんなでご飯食べて大浴場行ってだったりとかいろいろしてて、もう遅くなったんですよ。遅くなってごめんね、全然コメント読めなくて。そう、そう、私は無所属というか、2組のカップルをまあ見てるんですよ。でもうなんか喧嘩、なんかもうだからよく喧嘩するんですよ、2組とも。なんかもうだからみたいな、私がだから早く謝ってみたいな、だからどっちか、なんかだからなんか奥沢がなんかどっちかなんかちょっと待っていや、ちょっと待って、もうさ奥沢のおもろいエピソードがいっぱいありすぎて、ごめん、思い出したらちょっとあれ、ちょっと待って、さっき福江さんの話に戻るね。福江さんの日の夜で遅くなって、
もうで福祉終わりだしライブ終わりだし朝早かったし、その日も東京その日入って朝早かったからもうみんな限界だったんですよ。もう眠くて眠くて、でまあお風呂入り終わったらもう12時回ってて、そうもうみんな限界だったのね、ヘトヘトで。そうで私もうみんな別、もうみんなその日一人部屋でみんなそれぞれの部屋に入った帰ったんですよ。でもう本当にみんな激疲れだったの。もうでみんな部屋入っておのおので、私はゆうなんが私が食べたかったお菓子をゆうなんが買ってたんですよ。で私知ってたからゆうなに言って、なんかゆうなに LINE してなんかもうお風呂みんな解散してたよ、待ってゆうなあのお菓子食べてみたいちょうだいみたいな。でゆうなの部屋行ったんですよ。そしたらひーちゃんはいなかったんですよ。別にひーちゃんはいなかったんだけど、ずっと通話してるんですよひーちゃんと。でなんかひーちゃんが多分普段なんか多分言わないようなことをゆうなに言ってて、だからなんかなんか姫奈に聞かれたらやばいような多分なんかそうなんかカップルの会話じゃないけど多分しちゃってて、で姫奈は聞いてないんだよ、実際聞いてないんだけど、なんかその何今の話全部聞いてたよってゆうなに、なんか何今の話全部聞いてたよってひーちゃんに言ってごらんってゆうなに言われたから、ごめん、もう伝わってるかな、その今の話全部聞いてたよみたいな、ひーちゃんが今ゆうなに話してた話聞こえてないんだよ私、でもゆうなにそう言われたから、ひーちゃんが今言ってた話全部聞こえてたよみたいな。そうだからなんかあなんかご親密な関係なのかなと思って、でももうなんか2組ともなんかもうなんか奥沢はまあいいや、奥沢はいいのもうなんか公認って感じ、隠すの、そう隠すから、もう一組はそれがねちょっとなんかもどかしいの私的には、うーみたいな。もうだからでも私はこう二組のカップルを応援してる、私は二組のカップルを全然結婚すればいいなって思ってる結婚すればいいかな、結婚してくれればいいのになって思ってる、これ本当に本当にお似合いだから二人ともそうね、やってんの隠すの親密の関係、そう親密の環境ね。でひーちゃん、多分ひーちゃんってあの普段なんかツンツンキャラじゃん、なんかツンツンしてる、まあキメノとひーちゃんの配信なんかツンツンしてるじゃん、とにかくなんかなんていうの、なんかなんていうんだろう、なんかおバカだよ、おバカだけどツンツンしてるじゃん、なんかわかる言いたいこと、なんかすごくなんか姫野のことをバカにするじゃん、バカだけどひーちゃんもなんか本当に頭おかしいみたいな、本当に姫野みたいに頭おかしい人出会ったことないみたいな、なんかツンツン言うじゃん。でも言うな、実際ファンの人の前、わかんないよ、二人がどういう配信をしたのかもあのわかんないけど、あのなんかあのツン、なんかゆうなにもツンツンじゃんいつも、だからそれでいつもあの喧嘩してんの二人とも、なんかひーちゃんが冷たいみたいな、そうで響き普通だしみたいなっていう、なんかわかる、なんかひめなが通訳すんの、はい、ゆうなんか冷たいって言ってるよみたいな、響き普通だよみたいな、響き普通だよって言ってるよみたいな、いやおかしい、ひーちゃん朝からずっと冷たいもん、まあ、朝からずっと冷たいって言われてるよみたいな、もうなんかいい加減にしてだから早く仲直りしてみたいなことやってるんだけど、姫野はなんかツンツンじゃん、だからそうだから、でなのに多分だけど実際なんか2人ファンの人、多分こういうファンの人の前で見せるあの2人はだからこう そのキャラはビジネスでなんかツンツンしちゃうのはビジネスで、実際問題ひーちゃんの方が多分女出してるんですよ、女出してるんですよこれ本当に実際に女出してるのは多分ひーちゃんなの。
さっきそうでも多分ファンの人の前でとかはなんかもう言うねなんか言うねそんなことじゃないしみたいなのはだけど実際にファンの方のこうこれ内部こううちなうち何なななな内密内密ね身内だから分かる身内だから分かるんだけどあれはマジでひーちゃんの方が女出してるのそうだからもどかしいのみたいななんかもうかわいいなんかもうあれすればいいのにみたいなもう奥さんは見て分かるのなんか男が一番違うなんかいちごが可愛がってるからユーナのことをすごくそうだよ私週刊誌だよ週刊森末姫だからそう愛語り合ってんの愛語り合ってるから隠れて愛語り合ってるからもどかしいな私はなんか隠れて愛語るぐらいだったらもう公表してラブラブですみたいな感じすればいいのになんか隠れてイチャつくからもどかしいの奥さんはもうそうなんかもうデレデレする2人でイチャつくからそうあま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 あいいとしようみたいな感じなんだけど隠れてこう愛を育んでるからそう面白いよねそうくるくるさんが知ったらおもろい展開そうなだからくるくるさんはなんかくるさんはねなんかあのねあれだよこのカップルのあれなのあのカップルをもてあそんでるよねくるさんなんかいちごさくるさんくるさんのこと好きじゃんいちごってくるさんのこと好きじゃん昔からずっと言ってるじゃん推しですみたいなそうけどなんかなんていうのゆうなんとかもなんか最近イチャついてるじゃんくるさんとそうだからもうお互いさ嫉妬するやんそんなん見たらそうどっちかほんでまた気分下がるのそのどっちかがでもなんかそうわかるこの気分下がってどうしたのみたいななんかもう気分下がなんか姫野もなんか姫野にも当たり強くなるっていうそうリュウナ来てるの嘘だどこにいるのリュウナもうさ本当に私はもう毎日分析がすごいとかじゃなくてもうなんかね私そうそう面白いの無所属だからすごく外から見ててなんかおもろい2組のカップルだなんか全然違うカップルだなみたいなそう2組ともだからまあ別にそうまあみんなが幸せになればいいかなっていうそう週刊森生のグレビもそう週刊森生ですまあこうやって定期的にねエピソードをね、まあ、皆さんに話したいと思うんですけどもう本当にそうですよそうなのそうだから隠れてした方が興奮するじゃんこうなんか隠れてさイチャついたり愛はよく組んでる方がだからまあなんかそうまあでも公表確かに公表しないあれなのかもしれないけどそうねまあみんないいと思います好きな人がいるっていうのはいいことなのでそう好きな人がいると世界がキラキラして見えるらしいのでそうキラキラして見えるらしいですよ好きな人がいると好きな人がいるといないとで全然違うらしいですだから好きな人がいると
女の子って可愛くなるっていうじゃん。わかる？このなんかちょっとあの子最近可愛くなった、絶対男いるじゃんみたいなさ、言うじゃん女の子。ちょっと可愛くなっただけで、ちょっと垢抜けただけで絶対彼氏できたじゃんとか男できたじゃんみたいな。だから女の子って多分分かりやすいの、見た目の変化に。そうだから、ゆうなんとかさ、もうひーちゃんとか、まあ、いちごもだし、ゆいなもだし、初期の写真に比べるとさ可愛くなってるじゃん。別にひーたんも可愛くなってるよとかいうコメントを求めてるとかじゃなくて、本当にこれガチで求めてるとかじゃなくて、可愛くなってるの。だからなんかやっぱ好きな人のパワーってすごいんだなって思った。そう、いや努力もあるよもちろん、2人とかみんながどんなメイクが似合うだったりとか、どんなこの色が似合うとかさ、どんなチークが似合うとか、おのおのさ研究して、研究結果のあれもある。そう、どんな髪型が似合うかなとかさ、そうおのおのがそう可愛くなるために研究してるのももちろんある、それもあるけど、やっぱ好きな人がいると、そう顔もあれになっちゃうみたいな、顔もうなんかにじみ出るあれみたいな、わかる？そう、そう、ゆうなん聞いてるの？面白いよね。なんかだから私はなんか外から見てると本当に面白いの。面白くはないけど、なんかそうすごく面白いの、外から見てるとね。そう、ヒータンはラブラブしないんですか？ヒエナはなんだろう、誰もラブラブっていうか分かんないの、その感覚が。そう、レッスンの時はそんなにあれなの。だ疲れたらなんか疲れたら終わったら、それこそ帰ってる時とか、なんか小指つない、なんか小指持ってんの、なんかわかるかな、こうつなぐわけでもないの。でもまあでもなんかこうつないでても、こうつないでてもうわってなるけど、なんか小指はさ、なんかこうやってなんかわかる、こうやってなんかこうやって歩いてんの、小指持って、どっちかがわかんない、これ嘘かも。いや小指持ってたの絶対、本当に私は見た、小指持ってたの。じゃあ私もこうやって手つないでんのかなと思って見たの、下をね、手をしたら、ここ持ってたの、小指持ってたの。だからなんか多分小指、人薬指かもしれないけど、多分小指を持ってたので、なんかいやこれも絶対これあれで、絶対どっかなの。そってそう、なんかそっちの方がもうやっぱガチかなと思って、こっちよりこう持ってる方がやっぱガチなのかなと思って、そう女性ホルモンが活性化されるんだと思う、好きな人がいると。だから女性ってすごく分かりやすいって言われるよね、男ができたりとかさ、男ができたりってみたいな。そう、義務感違うから、そう、ヒータ誰ともそうですよ、ヒータ誰ともくっつきそうにないんですよ本当に。ラブラブするなら誰がいいとかないんだよね。ラブラブするなら誰がいい、どういうこと、誰これメンバー内でってこと、先輩も含め。面白いの、面白くない、そう確かに、ヒーちゃん確かに小指はガチでしょ。そう、まあ、恋人つなぎだとね、まあ
まあ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 って感じなんだけど。ヒリタのラブラブはすごそう。ヒリタのラブだから自分が何出れたこともな出れたことないから、人に出れたこと、なんかなんだろう、女の顔を見せたことがないの、あの人に。で女の顔を見せたいよね、ファンの皆さん、ガチの女の顔。だから私はなんか作った女の顔とかじゃなくって、本当にガチでこの何女の顔をガチで女のあのユーナみたいにあのガチで女の顔をしてる瞬間をファンの、だって可愛く見えたもん、ユーナ可愛いよ、普通に普段から可愛い、普段からもう可愛い、当たり前に可愛いけど、そう倍可愛く見えちゃう、見えたからあのスクショで。そうだからこうやっぱ女の顔、恋する乙女の顔は可愛いから、私はそういう顔をあのファンの方に見せたらファンの方も可愛いって思ってくれるけど、まあ残念ながら私はそういう顔ができないんですよ、残念ながら。そう23時半ありがとう教えてくれて、ね、やばい何歳でちかってめっちゃ来てるんだけど、そんなに気になる22歳でちゅう、正直聞いたの知ってしてないそうだよね、こんなにさそんななんかあれしたらさ嫉妬してるの、もう一周待って嫉妬してんのって思われそうだけど、なんか私はあの週刊誌的なあの暴露をしてるあれだけです。そうひーたまひなさんと居酒屋飲みに行ってそう、まひなさんと飲みに行ってそう、どうだろうガチ、ひーちゃんっていうかまあお互いがガチなんじゃない、そうお互いが一人寂しい、カナでも救ってあげたら、カナも一人じゃないでしょ、昇格組がなんだかんだあれなんじゃない、人に媚びない、え媚びる人には媚びるよ私、そう、あこの人と友達になったら自分のプラスになるなとか、この人に媚び売ってたら私人生安泰だなみたいな、なんか違う安泰だなみたいな、そっちはなんか言い方が悪い、なんかそれこそあの大阪時代バイトしてたところの店長さんにすごい可愛がってもらったみたいな、家に泊まりに行くぐらい、今でも家に泊まりに行くぐらい、女だよみんな女、あのそう私はその店長さんすごい人なの、すごいと思ったのが、人生とかいろんなあれ聞いて、その人の生きてきた話を聞いて、わこんな人出会ったことないなみたいな、すごいなこの人みたいな、すごくごますった、可愛がってもらえるように、そう可愛がってもらえるように、そう可愛がってもらえるようにごますった。でもそうなんかその違うよ、ファン、いやダメだなこれは言わんとこ、そうまた調子乗ってるって思われるから、大阪でワイにも女の顔を見せてください、え基本男の人の前では女の顔してると思ってるんだけど、そうこの前ね、ちょっと待って、本当にあの無意識だからどうとか思わないでほしいんだけど、この前カスミンと歩いてたの、違う歩いてたのじゃない、大阪に行った時あるじゃん、まだカスミンが加入してる時、アイドル ST に加入してる時にカスミンと二人で去年の夏かな大阪に行ったので、大阪ってあの南の方にご飯を食べに行ったの、多いじゃんご飯屋さんが、そうでご飯食べに行った時にキャッチっていうの、大阪っていっぱいいるじゃん若いお兄さんが、キャッチっていうのかな、あのお姉さんどうですかみたいな、それで私あのまあねあのみんな大学も特定してると思うんだけど、あのまあその大学だから
まあ男女の人と関わりがないわけですよ、教授先生以外に。そうだから私で ST に入ってるから、本当になんかマネージャーさんも男だけどもそういう目じゃないじゃん。で久しぶりにその去年の夏カスミンと大阪に行って、キャッチっていう、いわゆるキャッチっていう人に、でもお姉さんどうですかみたいな感じで、まあ、2人が声かけられたんですよ。でまあなんかもう行くとこ決まってるんでって言って、まあ断るわけですよ。そしたらその後カスミンにね言われた衝撃の一言があって、なんか引いたんさみたいな、男なんかキャッチに話しかけられた時さ、なんか上目遣いするのやめてくれみたいな、なんか見てられんかったんだけどとか言われて、本当に私は一瞬だよ、お姉さんキャッチどうで、あキャッチお姉さんあのこのお店どうですかみたいな感じで話しかけてきて、あのいやもう行くとこ決まってるんでみたいな、そのやっぱ愛想よく返したの。こういうのって多分愛想悪く返した方が、愛想悪く返した方がなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、なんかでもさ人に話しかけられてさ、なんか愛想悪い対応なんかできないのね私、誰であろうと。別にキャッチじゃなくても、よく街中でティッシュ配ってる方とかいるじゃん、私ああいうの受け取っちゃうの、受け取るの、かわいそう、かわいそうとか受け取ってくれた方が嬉しいし、ありがとうございますみたいな、普通にあのね受け取、そういうなんか受け取っちゃうの、そういう街中で話しかけられたら普通に。そうでもう私その時カスミンと2人で初めての大阪旅行だったし、久しぶりの大阪だったし、南何夜じゃないけど、そんな夜でもないよ、普通に7時とかか。そうテンション上がるじゃん。そうだから普通に私はあもう行くとこ決まってるんで大丈夫ですみたいな。そうそしたらその後カスミンにあのなんかそのヒートンさみたいな、やめてくれみたいな、見てられんかったんだけどって言われて、見てられんかったまで言われて、いやそんな 見る暇もないぐらい話してないでしょって思ったけど、なんか多分無意識にあれしちゃっちゃう、なんか上目遣いをなんか、でも背高いから、背男のそのキャッチの人が多分高かったの背が、だからもう見上げるしかないの、見上げるから目は上行くじゃん、上向くからさ。そうカスミンおもろいでしょ、そうカスミンのモノマネするちょっとおもろい、カスミンといえばだってこれの喋り方でしょ、もうちょっと再現して、いやわかんないのって、だから私は再現してとかじゃなくって、普通に確かに私はあの時テンション上がって、わかるでしょテンション上がってる私って、もう本当にキャピキャピしてさ、あのいやだあの聞くとこ決まってるんでみたいな、そう大丈夫ですみたいな感じで、本当にこの一瞬、この会話しかしてない、それ以外何もしてないんだけど、本当にその一瞬で、でも背高いからね、ちなみに背高いキャッチの方で、全然私もカスミも背高い方だけど、全然それよりも全然高い方で、そうで、あのその一瞬でもカスミに女の顔するのやめてくれみたいな、何見てられんかったって言われてさ、そう聞いたの上目遣いには声落ちる、どうなんだろう、だから上目遣いはしてないんだけど、そうそうなの、ティッシュはね何かと使うよね。そうだから私は思ったの、そこの時にね、なんか男のもう何この何無意識に上目遣いしちゃってんのかなと思って、そう本当に意識してない、本当に。そうかすみんのモノマネをさ、そう姫のは意外って、いや女の顔にならない、いやならない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 、そうでもかすみんがちょっと大げさなところも絶対あると思うの、絶対にカスミンも大げさに言った部分あると思うんだよね姫の。だってそんな一瞬の会話でさ、てかどんだけ姫の顔見とんって思わない、普通さキャッチの方見るくないと思って、なんで姫のがキャッチと話してるこの一瞬のあの会話を、なんで姫の顔を見てるんって感じだけど、普通さ話しかけてきたさ
その人の顔とか見ない、二人で歩いててさ。なんでこの声かけてきて、姫野が、いやなんか何、高校生だし、その時かすみまだ、まあ今もだけど高校2年生だし、なんだろう、南って言ってもさ、なんかこの女の子二人で南、夜ね、まあすごいなんか、なんだろう、あの守らなきゃいけないっていうあれがあったの、私はかすみんを守、あの変な男からというか、なんか変な人から、そう変な人から、だから私も住んでたし、そうあの道とかはね、こう詳しかったから、もう守らなきゃっていうで、まあ南に行きたいご飯屋さんがあったから南に行ったんだけど、まあ南ってさ、もう分かるじゃん、みんながどういう街か、だから危なくもないけど、その西成とかじゃないから、またそう全然あれだけど、やっぱり夜の南って人も多いし、誰がいるか分かんないしみたいな感じで、守らなきゃっていうのはあったの、私も。だからこうキャッチの、その人だけじゃないの別に、キャッチその人だ、その人に声かけられたわけじゃないんだけど、そのキャッチの人、キャッチがこのかけてくるこのあれは全部私が対応してたの、大丈夫ですみたいな、大丈夫ですみたいな、そうで、そのそれの一件そのうちの一人のキャッチの人みたいなに、そうあの、そう女の顔するのやめてくれみたいな、上目遣いか、上目遣い、女の顔じゃない、上目遣いするのやめてくれみたいな、そうって言われました。そうでもだから本当になんか意識してないというか、明日ねよろしくね僕の太陽公演、そうなんで、そうなんで姫なの顔を見てるんだって思わない、一緒にいてさ話しかけてきてさ、普通さ姫なだったら一緒にさ二人で歩いててよ、話しかけてきます、その人の顔見るの、まだ話しかけてきた人の、なんでこの一瞬の会話の姫なを見てるんって思ったけど、そう面白いよね、なんかね、夜だ、そう夜だ、夜、あそん23時とかじゃないよ、7時とかかな、そのユニバーサルじゃないテーマパークに行ってテーマパークに行って、そう終わっ、いや違うわ、違う、その日じゃない、次の日か、次の日かな、そうそう、こんばんは、こんばんはね、そうごめん、いきなり話変わるけど、明日の僕隊ってうーたん最後なんですよ、うね、みゅっぽんの、みゅっぽんじゃない、あのリアチューの生誕祭なんですけど、みゅっぽんの活動最終日で、でそうあの最後なの、みゅっぽんが、で私みゅっぽんの最終活動日を聞いてたんですよ、まだ公表される前に聞いてたんですけど、あのなんか先日あの先日か分かんないけど訂正されてたじゃん、出演者が間違いでしたって、その時それ私その出演者を見た時になんかあれみゅっぽんここまで変更になったのかなと思って、だからこれが最後のみゅっぽんのあれになるのかなと思ってたの、みゅっぽんの卒業じゃないけど最後の僕と一緒に出れるんだと思って、そうワクワクじゃないけど嫌だけど、あ最後に出れるんだよかったと思ったら、そう違ったから、であの私が聞いてた通りの活動最終日が出てたから、そうで訂正もされてたから、えってことは明日が最後じゃんみたいな、そうデメキンさんこんばんは、初見さんありがとうございます、デメキンをね、デメキンさんって言って
私言われてたよ、あだ名で。ありがとう、うーたんね、悪いよね、タイミングが。ひーたん、ひーなの話始めるから息継ぎなしで話してるの気づいてる？息継ぎしてるよ息継ぎ？みゅぽん、そう、最後なの。うわ、ありがとうございますね、みきんさん。みゅぽん、お話の、お話なし会ある。でも、このなんだろう、あの、え、わかんないよ、わかんないけど、あの、知ってるじゃん、みゅぽんは。今までいろんな、この最後の僕の太陽公演出てたから、あの最後に何連コール、僕の太陽の最後の僕の太陽で何連コール、ファンの人何連か分かんないけど、何十連、何なんとかコールしてくれるじゃん、してくださってるじゃん、ファンの方が。いつも僕の太陽、なんかカースミーカースミーとかリーチリーチとか、なんかもうめっちゃずっと言うじゃん、ずっと言ってくださるじゃん。それ、 あれも本当にめっちゃ感動するの。私たちも踊って、全然自分が最後じゃないけど感動するの、あのファンの方のなんとか連コール、めっちゃ感動するの。あれに泣いちゃうの、すごく。あれに泣けてくるんだけど、で、なんか何、みゅっぽんもさ、それ一緒に出てたことあるからさ、もちろん知ってるじゃん、そういうのがあるっていうのが。だから最後になんか聞かせることはできなかったの。聞かせる、それおかしいか。なんかさ、そう、なんか知ってるからこそ、なんかわかる、自分もいつか辞めるときにしてもらえるのかなみたいな、やっぱ想像はするじゃん、自分が辞めるときのあれを。絶対きっとみゅっぽんもそういうのあったと思うけど、そうね、そう、めっちゃわかるよね、そう、泣けるの、あれ12連コールっていうの。だからそう、あれめっちゃ泣けるの、本当に。自分が主役とかじゃない、自分が主役でもないんでもないけど、あのファンの方のコールで本当に泣ける、あれは。ね、時間大丈夫ってか、あれめっちゃ話してるけど。私もしかもさ、あの何、今日さ少な、もう早く終わるつもりだったんだよね。今日は清楚系姫なちゃんですね、本当に。なんか配信してるとさ、動いてないのにさ髪ボサボサになるんだよね、なんでなの。これ喋ってるだけで私髪ボサボサになるんだけど。こんばんは。明日はリアチューン。え、全然リアチューンの生誕祭なんで、あくまでも主役はリアチューンなので、そう、それはもう本当に気にせずってか、気にせずというか、なんていうの、気にせずっていうか、なんていうんだろう、リアチューンが主役なので明日は。そう、こんばんは。生誕の時の、あ、いいね、確かに。でもさ、僕その生誕、ま、違うじゃん、最後、この子が最後っていうのは分かってるから。そう、髪の毛をいじってるからじゃない、そういうこと、そういうことか、まあ、そういうことしかないよね。頭つく。下関もし行くとしたら何、え、私もそれ知りたいの、下関。でもさ、唐戸市場行きたかったんだけど、閉まってるっていう、もしかすると閉まってる、もしかするって言ってさっき、なんかファンの方が閉まってるかもみたいな、お店は開いてるけどみたいな、ちょっとそう、リア中に夢中、リア中に夢中になってください、明日は。そう、リア中に夢中になってください。明日仕事だから生誕祭の始まり予定できない。そうだよね、お仕事あるとね、難しいよね。そう、ワンチャンってことかな、ワンチ下関と12月17日の僕たい、え、
待ってるね、待ってるね、嬉しい。ワンチって面白い。明日心の中ではミュッポありがとうと叫んでますね。本当にミュッポンと、じゃあ、いやダメかこれ言ったら違う、普通にユニットの話しようとしたけどさ、明日初めて見る人がもしいたらさ、ネタバレになっちゃうしさ、だよね、ネタバレになっちゃうよね、ユニットの話は。金土日祝日オープン、下関は何日だあれ、平日。ヒントに夢中嬉しい、ありがとう、夢中でいて。口が持ちで仕事休めたい、もう一日早かったら、惜しい。カラタ市場医師会の時に行ってたね。カラタ市場医師会の時行けてないんですよ、行けてないの。医師会の時カラタ市場行きたかったの、行きたかったんだけど行けなかったの、行けないの、行けなかったの、時間的にも閉まってたし、私が、あ、空いてたの、空いてたの、その日は。カラト市場で食べたいって言ってたけど、普通に終わったらもう閉まっちゃってて、そうカラト市場行けなくて、でそうまた下関決まって行けるかなと思ってちょっとワクワクしてたけどファンの方のあれを見て、そのコメント見て、そうあれみたいな、閉まってるのかなみたいな。そうめっちゃ食べたいの、でもカラト市場のお寿司、ワンチの楽いいと思う。ここはいける、カラト市場じゃないけど店開いてて、カモは飲食する。へえそうなんだ、でも行かす、もう行っていいのかな、わかんないくて。一応ね、私ちゃんとちゃんとマネージャーさんにダメって言われたら行かないんですよ隠れて抜け出すとかしないんですよ。そう、イヤちゃんの可愛さ異次元すぎる、可愛いよね、15歳には見えない。ワンチ使わせて、16歳か、16歳には見えない。ワンチ使わせてもらいワンチね、ワンチね、いいよね。可愛さや水族館イヤちゃん歩いてじゃ、あったね、あるね、見たよ、なんかその医師会の時に近かったの、カラト市場の会場が本当にすぐそこで見えた。そのそう行けなかったの。ちなみにチューポンはカップル、チューポンはカップル感ない、なんか親友って感じ、なんか親友なんだろうなって感じ、お互いがお互いなんて言うんだろう、なんかわかる、そうそういう感じ、そのあんまり恋的なものは、そう車で5分。そう医師会が行けれなかったの。そうなんでやねん、隠れて抜け出しそう、抜け出しそうに見えるじゃん、抜け出したこともあるけど、あ違う、あの小学校の頃ね、小学生の頃抜け出したこともあるけど、半額に。え、そうなの。でもさ、いいお寿司あるの、いいお寿司とか、いい、あの自分が食べたい狙ってる、だから有名、有名って言うか、なんていうの、うあるのかな、ある感じ。大人っぽくなったよね、意外とルール守るよ、意外とルール守る、こう見えて、こう見えてってどう見えてるか分かんないけど、なんかあのなんかルール、なんか破る、守らなさそうとかいうイメージねついてると思うんだけど、全然そんなことないです。 NMB 劇場の豆枠のために買え、ありがとう、ぜひぜひってか絶対来て当たりますように、イージさんが9時5分、そうなんだ、あと5分、ありがとう。風紀が乱れそう、でも風紀 は乱れてるのかな、でも風紀委員にはならせてもらえなかった。そう霞の面白トーク話して霞に怒られたことある？え？別にないかな、見てないんじゃない、姫野の配信は。そもそもそう何、最善管理
とつながらないに最善管理って。こんばんは、ガルテでおめでとうその日に。あ、そうなんだ。そう、風紀委員にはなれなかったかな。なんか風紀委員と学級委員って似てるくない？風紀委員にはなれなかったんだよね、私。ならしてもらえなかった、ならしてもらえなかったわけではないけど、なんか多かったらさ、あれになるじゃん、話し合いだったりとか多数決みたいな。そう、全然選ばれなかった。私いつもに増して清楚なんで、ど多分髪の髪、え、何がいつもに増して清楚なんだろう。前髪があるからじゃないと。部屋部屋、この部屋がすごく清楚に見えるんじゃない。いい女の部屋って感じでしょ、いい女の部屋って感じでしょ。ここだけ見たら、この画面上のここだけはいい女の部屋だからさ、まあ、これ以外はどうかわかんないけどね。このここだけみんなが見えてるこの画面の中だ、このあれはいい女だから、いい女の部屋してるから。そう、後ろにあるのは加湿器。どれ加湿器、あれ、これ加湿器じゃない、これはいい匂いがするあれ、ディフューザーみたいな。あー、見える、本当に思ってますか。そう、ここだけ見たらすごくいい女の部屋してるか、私の部屋って。そうってことで、壇上そろそろ読みたいと思います。13位がニョッキミルンさん、ありがとうございます。12位マクさん、ありがとうございます。11位南光さん、ありがとうございます。10位がタケシーさん、ありがとうございます。9位が手中のヒロさん、ありがとうございます。8位が青青さん、ありがとうございます。6位がひら、7位が大宮伝介さん、ありがとうございます。6位がヒラリンハットさん、ありがとうございます。5位がイージーさん、ありがとうございます。4位がホッシー、ありがとうございます。3位が秋風さん、ありがとうございます。2位がライダーさん、ありがとうございます。1位がドドドドドン、広島港のパセリさん、ありがとう。またまた、ありがとう。そう、ディフューザーとは言わないか、なんか匂い、なんかすごく私あの匂い好きで落ち着くんですよ。ベッドの元に置いてたらすごい匂ってくるの。はい、ありがとう、マクさん、ありがとう。そう、配信お疲れ、ありがとう。こちらこそ、毎日ありがとう。ありがとう、あんこさんもずっと見てくれて、はるさんも嬉しい。おやすみ、ゆっぽん、おやすみ、今日もありがとう。あいかちゃんも見に来てくれて、ね、すけさん、ありがとう。いけぴしさんも配信ありがとう。おやすみなさい、ありがとう。ありがとう、みんな、バイバーイ、バイバーイ。またカップルの情報教えてください。いつでもカップルの重層あの情報をお話しするので、気になることがあればどんどん私にメールしてくださいどんどん私にメールしてください。どんどん、あの、そう、あの、そうやばい、あの方の名前出そうとしたけどダメだわ。あの、たくさん芸能人の暴露した方、芸能人、そう、ありがとうってことで、おやすみなさい、バイバーイ、バイバーイ。そう、目撃情報はこちらまで、バイバーイ、バイバーイ、おやすみなさーい。モーリーやばい、バイバーイ。